する。するが。うん。そこでお母さん。リン。睨まないで。さあ来た。リンゴ行った本で。うん。帰ってきこう。カマン。リン行ってくれる？餃子の皮をお得用2つ買うてきて、それからゼラチン。餃子にゼラチン？それから。うん。地産地消のニラ。いいよ。行ってきます。行ってらっしゃい。こんにちは。カメラマンです。何？うん。これなら大丈夫。怪しいですね。しっかりしてるじゃないですか、リンちゃん。どこが怪しいんでしょう。ほら、この歩く姿。気合も入って。頼まれたお買い物は餃子の皮にゼラチン、それから地産地消コーナーで売っているニラ。そう、その前にまずはリサイクル回収ゴミ。分別の仕方がわからないだろうから店員さんに聞いてねってお母さん言ってた。あれ、自分でやろうとしてます。わかるの大丈夫。紙パックは紙パック入れに、トレーはトレー入れに。うん、2つあった。ペットボトルはペットボトル入れに。ゴミを入れてきたレジ袋もちゃんと捨てて。しかも手際が良かった。あ、そうだ、朝の顔か。朝の顔か。そう言ってお母さんいつも牛乳を買います。しかも2本ね。どんどん重くなっちゃうこれ。さあ今度は餃子の皮かな。ナスはどこにあるかな。昨日お母さんと来た時、ナス探してきてって言われたんです。地産地消のコーナーにはとりあえず近づいてきました。ナスはどこにあるかな。でもそこを元気に通り過ぎ、朝のおやつ買おう。朝のおやつはダメか。そう、余計なものは買っちゃダメって昨日ママとのお使いの時に言われました。サービスカウンターです。ママが餃子の皮かな。生姜焼きの餃子を買うのどこにありますか。生姜焼き用のタレですか。お肉のところにあるかな。ちょっと待ってもらえる。大丈夫。生姜ってどっから出てきたんでしょう。パパがね、餃子のね皮をね食べたいっていう時、皮だけを食べたいわけじゃないんだけどね。餃子の皮出ました。ブロウの皮。ブドウも皮ね。ブロウの皮。皮。餃子の皮には戻りそうもありません。そっか。先のタレがやってきました。どちらがいいですか。どっちでもないんですけどね。こっち。ありがとうございました。ブドウは大丈夫？うん。紙のお金を出して、お釣りも領収書ももらって。まるでお母さんみたいです。できないことは助けてくれるんだよ。ありがとうございました。大丈夫ですか。お礼もちゃんと言えて。じゃあ気をつけてね。はい。そういえば頼まれたもの何一つ買ってません。大丈夫、無駄にはならない。餃子はまたにすればいいさ。胸を張って帰ろう。ただいまって。すごかったね、偉かったねって。これは何？これを買ってきてくれた。一つ一つみんな苦労して買ってきたんですよ。お母さんどうです、すごいでしょう。餃子の材料が一個もない。次お使いに行ったら何買ってきてあげようかな。